はい、こんにちは、マイケル太郎です。本日はですね、地方国公立医学部の数学で合格点を取るロードマップということで、もうそれをパッパッパッと話して終わりたいと思うんですね。受験生、今受験生って方はちょっと間に合うか微妙ですけど、まあ今高1高2の人だったらもう絶対余裕で間に合うので、ぜひぜひこの通りにやってみてください。余裕で合格点取れちゃいます。それでは行きましょう。ステップ1、ステップ1何をするか。フォーカスゴールドを買ってきてください。なぜフォーカスゴールドを買ってきてって言ってるのが意味があるんですね。これステップアップ問題っていうのがついてるんですけど、これ思いっきり使うので、フォーカスゴールドを買ってきてください。フォーカスゴールド 1A、2B、3買ってきてください。はい、ステップ2何をするかというとですね、まずフォーカスゴールドの例題を全て覚えてください。で、それが難しいんじゃないかというのを言うかもしれませんが、覚え方を丁寧に喋っております。この動画で喋っております。これを見てですね、数学、チャートとか、フォーカスゴールドとか、ジェレジェンドとかすげえ時間かかって解けなくなるなら、お暗記してられないんだよって、すっげえ分かるの。僕、そんなの何回もやりましたもんね。接数問題何週やったか分からない。8週ぐらいやっても覚えられないんだから。っていうやり方を見せると、8週やっても覚えられない状態が起こるんですよ。なので、ちゃんとした論理的なやり方をしっかりと理解してですね、当然このロジックが理解できなかったらディスってください。遠慮なくコメントください。そのロジックに、本当にロジックに論理的な間違いがあるなら、僕はそれを訂正して、もう一度勉強し直して、もう一度お伝えします。なので、ぜひ伝えてほしいですけど、このロジックはかなり考え込んで作ってるので、XYZ のその変数関数だから始まりですね、やり方ですね、この数学の暗記法ですね、エビングハウスの忘却曲線、皆さんよく聞くでしょう。あれを真剣に考えてください。こうやればいいんだってことが明確に分かる。まずこれを見てですね、数学の例題の、復習方法ですね。まあ、一般的なところは皆さんが言ってる方法は特に変わりませんが、復習方法を学んでみてください。それが終わったらですね、この例題が終わったらですね、フォーカスゴールドの例題を全部覚え切りました。完璧です。はい。過去問行ってみてください。過去問行ってみてください。はい。解ける問題、解けない問題あると思います。過去問行って、結構解けるじゃんっていうの。特に数学さんなんて、例題やっときゃ、絶対解けるんですよ。計算ミスはあるかもしれませんが、例題だけじゃ計算の練習回数少ないんで、もう星に出たらほぼ立ちますよ。地方公立の数学だったら。ということで、じゃあ1、2、3、苦手分野出てくると思います。まあ、数3でも苦手分野できないですけど、1年分過去問やりました。明らかにもっとここ。できないなと思ったら、もう一度フォーカスゴールドを取り出してきてですね、ステップアップ問題っていう、この前の動画ですね、おしゃべりしたですね、すげえいい問題が集まった問題集なんですよね。じゃあステップアップ問題、自分の苦手な間違えたですね、例えば数列を間違えたら、数列のこういう問題間違えたなっていうのをステップアップ問題の中からですね、4、5問取ってきて演習してください。そしてですね、苦手分野、まあ、数列とかいろいろ出てくると思います。まあ何個か間違えるじゃないですか。2、3分野間違えたら2、3分野、4、5問ずつ演習して、もう1回過去問やります。次の年、過去問やりました。で、また苦手分野発見しました。またフォーカスゴールドで4、5問演習しました。また過去問やりました。で、合格点まで上り詰めてください。って言われば、地方合格率は必ず取るんです。問題 のレベルがほとんどステップアップ以下の問題しか出ないからです。だからステップアップまで確実にできれば、あとは計算力なんですね。計算力というのは何で上げれるかというと、基本的に計算っていうのは、自分のしやすい計算ミスっていうのを分かった、把握した上で、そのトップ3ぐらいまでを全部テスト前にするかもしれないと思って、3つだけ書き出して頭に入れておいて、そのミスはしないということなんです。すると3つぐらいまで頭に入るんで、その計算ミスは意識的に外せるってことになれば、計算ミストップ3が分かれば、ここの確率、このトップ3を起こすことがなくなりますから、非常にあなたは計算ミスをするっていう確率が低くなるんですよね。まあ多少はするけど、期待値大きく下がるんですよね。そのことによって計算ミス減らす。でも、トップ3の精度を上げようと思ったら、データ取らないとダメでしょ。ってことで、セット演習っていうやつですね。この前の動画の話したセット演習をやってですね、まあ過去問演習もセット演習の一つですよ。っていうのをやってですね、計算とデータも取りつつ、知識を X も上げて、いけば公立医学部の数学で合格点取るのはそんなに難しくない。つまりはフォーカスで完成しちゃうから、あんまりいろんな参考書手出さなくていいよというお話をしました。はい、今日はこんな感じで短めで終わりますが、本当に地方公立大学の数学、まあ地方の中でも、単科大学とか難しくなったりしますし、まあ、地方ってセミがどこやねんみたいな話になってきてちょっと難しい地方もありますけれども、まあ、数学が比較的簡単な、地方公立大学ですね、まあ、このやり方絶対絶対に合格点、むしろ満点までいける大学もいっぱいありますので、ぜひぜひこのやり方、高1高2生徒に実践してみてはいかがでしょうかという話でございました。はい、今回の復習をする前に、メソポムービッツではこのように受験勉強全般のお話を論理的に解説するということをやらせていただいております。この動画がいいなと思っていただいた方は高評価とチャンネル登録をして、また明日の更新を楽しみにしていただければなと思います。またまた僕自身はですね、シェアリングナレッジという教育サービスを運営させていただいております。論理100という方針に基づいてですね、あなたの計画やあなたが受験で必要な科目の勉強方法を論理100でこのように徹底的に解説させて
ていただいております。1週間無料体験でその威力をぜひぜひ味わっていただいたらなと思います。概要欄から参加いただけますのでぜひぜひご参加ください。はい、では本日の復習です。パンパンといきましょう。地方国公立大学医学部数学合格点前のロードマップ、まずフォーカスゴールド変わっていく、フォーカスゴールドの例題を覚え、そしてフォーカスゴールドの例題を完璧に覚えきた過去問に入る、そして過去問で苦手分野何名が出てくる、それをステップアップで4、5問解く、そしてまた過去問に入る、ステップアップで4、5問解く、このサイクルを繰り返して合格まで、合格点取れるまでやる。以上です。地方国公立の数学は合格点が取るので、特に高1高2生の時間ある人はぜひともやってみてください。で、これをやってまだ無理だっていうところはもうプラスアルファで別の参考書やればいいんですよね。まあ、地方の中で難しい大学は当然ありますが、そういう大学の場合はそれが終わってからプラスでやればいいんですよね。まずこれが大前提と言います。せっかくフォーカス買ったんだったらステップアップ問題やりましょうは前と同じ話でした。ということで、フォーカスめっちゃベタ褒めして終わるんですけど、別に僕競輪館の回し物ではないのでご安心ください。それではまたお会いしましょう。バイヒデタロウでした。バイバイ。